みんなが大好きな花火、華やかな光に色彩、そしてもちろん爆発音。けれど花火の歴史は必ずしも輝かしいというわけではなかったりする。花火が花開く遥か昔、中国の科学者が明るい光を空に打ち上げる主原料を発明した。その発明を今では火薬と呼ぶ。花火の歴史は古代中国に遡る。9世紀半ば初期の錬金術師は不老不死の薬を作ろうと苦心していた。代わりに出来上がったのは可燃性の粉で、自分たちの家を何軒も焼き払ってしまった。そのため錬金術師はこれを火の薬と呼んだ。この黒い粉が永遠の命とはかけ離れたものだと気づいたのはすぐだった。その当時はまだ中国の人たちは火薬を爆発させる方法を知らなかったが、何しろ燃えやすい。軍隊では火薬を使った火矢や火炎放射器も作った。ひとたび爆発させるための正しい配合が分かると、中国は火薬を邪悪な霊を追い払う花火としても使った。そしてモンゴル軍の侵攻に対する自衛手段として爆弾を作ったのだ。おそらくこのモンゴルが火薬の発明を世界中に広めたと言っていいだろう。モンゴルは中国を制圧した後、製法を学んで自ら火薬を作り、これを用いてペルシアやインドを征服した。ウィリアム・ルブルックというヨーロッパの特使がモンゴルからヨーロッパへ1254年頃に火薬を持ち帰ったと言われている。エンジニアや発明家はこぞって破壊兵器を作り出した。爆弾、銃、大砲、火薬は世界中にひどい爪痕を残した。空中で開く美しい花火とは対照的だ。ところで黒色火薬はどうやって花火を空に打ち上げるのだろう。昔の西部劇や漫画で見たことがあるだろう。火のついた導火線が火薬が詰まった大きな樽につながっていたね。炎が樽に達するとドカーンと爆発する。ではなぜ導火線自体は爆発しないのか。火薬は燃えるときエネルギーとガスを放出する。導火線が燃えるときは空気中に自由に広がっていく。しかし火薬が樽の中に詰められている場合は、エネルギーとガスは逃げ場がなくて溜まっていき、やがてドカーン。花火の容器は上向きで一直線の方向へとこの爆発エネルギーを導く。芯から火薬に点火すると、そのエネルギーが容器の出口から放出され、花火を高く大空へ打ち上げる。そして炎は花火の容器を通っていき、樽と同じ反応を遥か頭上で起こす。中国の錬金術師が不老不死の薬の代わりに発明したものは、あらゆる文明に影響を及ぼし、人類史上数え切れない悲劇の元になったが、その一方でお祝いの時に夜空を彩る希望も与えるものになったのだ。チャンネル登録しておすすめのレッスンで好奇心を養いましょう。